香川亮の今を生きる、今日は前回に続いて、日本、システム開発、株式会社の亀井さんを、お迎えして後編を、お話を伺いたいと思います。こんにちは。こんにちは。前回に引き続きその IT の関連のその会社で、まあ、どういうことができるかと、その社会に対してね、いうことをちょっとお伺いしようかなと思って今日は来たんですけども、例えばその前回ではそのソフトウェアがあの単品というか単体でその産業になるような話を伺ったんですけども、そこからどういうふうな形でそのまあシステム開発が動き始めて、それでそのどういう方向に向かってるかってことをちょっとお伺いしたいなと思ってきましたけど、うん、はい、最初パソコンっていうのが出てきて、はいはい、で最初はパソコンが単体で動いてた世界から、はいはいはい、通信してないってことですね。通信してないんですね、はい、うん、それがあの Windows95 が出たあたりから、はいはい、そのつながるようになってきてるっていう世界。じゃあインターネットってのあのパソコンが出た時点ではなかったってことですか？インターネットはなかったと思います。で Windows95 が出る前もからインターネットで、うん、つなぐことはできてたんですけど、はい、その誰しもが簡単につなげる世界じゃなくて、で Windows95 が出てきた頃から、うん、そのつなぐ環境があれば、ネットワークにつながる環境があれば、そのパソコンも簡単につなげるような世界になってきてて、で電子メールもね、はい、やはりその前からあったんだけども、うん、だんだんとこう広がっていったという。だからその流れとしては一つ一つの独立で動いたのがこう繋がるようになってきてるっていうのが流れとしてあると思います。で1995年から10年ぐらい経った頃に、はいわゆるスマートフォンが出てきて、はいはい、iPhone の 3G が出てきたのが、はい、多分2007年だったと思うんですけど、はい、で10年後ぐらいにはもうそのまだまだ iPhone スマートフォン自体が爆発的には普及してなかったけども、はいはい、それが出てきて、でもつながることが前提のデバイスなんですよね、はい、でそれからもう10年経ったら、なんでしょう、皆さんがもうパーソナルにもう普通に使ってるじゃないですか。そうですね、はい、でこれも単独でつなが使ってなくて、うん、必ずもつながる、はい、だから皆さんそのソーシャルネットワークで可能誰かとつながってないと不安になるような世界になってきてますよね、はい、いや僕も重宝してますけども、はい、流れとしてそういう流れで、何、はいはい、だろう、人と人とがつながる世界だったんですね、はいはい、今まではね、はい、電子メールから始まって、はい、SNS、はい、でIoT という言葉が出てきてて、今度はその物ともつながるっていう、そんな感じが IoT なんだと思うんですよね。それはどういう概念なんですかね。だから、まあ、我々も仕事でやってるのが、うん、その河川の監視システムとか道路の監視システムってやってるんですけど、例えばその高速道路とか、まあ、普通の道路でもそうですけど、はいはい、監視のセンサーがあって、はいはいはい、渋滞がありますよとかですね、はいはいはい、あと河川で行けばその水量とか水位とか、はい、してるよとかね、そういうのを全部こう監視できるような世界になってきてて、はいはいはい、でそれはあの何だろうな、そういうところが他のところにもどん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 広がってきてる、つまりその川とかそういう、まあ、自然のものとかそういうものとそのあれセンサーをつなげといて、その人間との通信、それを IoT って言うんですか。そうですね、はい、IoT というかそういう情報をとにかく取ることができる、はい、で監視カメラなんて、はい、そこら中にありますよね。そうですね、ありますね。あれもそういう情報を集めてるっていう世界で、はいはいはい、で実はその情報は今集めすぎちゃって、はい、処理がしきれなくなる可能性もあるかもしれないんだけども、あ、まあ、その処理をするのが多分 AI 人工知能がっていう話になるんじゃないかなって思うんですよね。そうなんですか。いや確かにもう今でさえもう情報氾濫してて、情報があってももう見られない状況って結構ありますよね。そうですよね、はい、だから香川さんが今日その新宿に来るときに、はいはい、まあ、どういう経路が来たのかなっていうのは、はいはい、監視カメラに映ってれば分かる話じゃないですか、はい、そうですよね、はい、でもそれは個人がね、人が香川さんを探してね、はい、あのどここう来たって話できない、はいはい、ところがその AI とかそういうコンピューターがやれば、うんうんうん、
深川さん朝この辺来てこの辺歩いてここに来たんだよみたいなね、うんうんうん、そういうのが瞬時にして分かるような世界が出てくるんじゃないかなって思ってますね。なるほどね、でもそれって半面怖いですよね。怖いですよね、全部分かっちゃったらねプライバシーないですからね、そうですよね、だからやっぱりそこには情報のそのコントロールも必要になってきますよね。そうですね、はい、まあ、そうするとそのなんていうの、情報の開示とかそれからそのむやみに出さない情報も必要になってくるようになってきますよね、はい、まあ、でもそうは言ってもね、やっぱり漏れてるっていう状況はあると思います。そうですね、まあそれが悪用されなきゃいいですけどね、別に、あ、まあ、そういう形でその、まあ、情報社会っていうことになってきたわけですよね、うん、それで例えばそういうその情報社会の中でじゃあ我々がそのやらなければならない、つまりその、コンピューターっていうのは機械なわけですよね、うん、で我々生身の人間なわけですから、だけどもそのコンピューターをつないで人間とつながるとか、例えばそのフェイスブックとかそういうのにしてもそうですし、うん、そうですね、それは本当にこう画期的というか素晴らしいものだと思うんですけども、そういう、まあ今まで、ね、そういうものじゃなくて機械となんかこうね単体で やってたものがその先の人間というふうになってきて、それでこう人間と人間をつなぐ間のものというふうになってきたわけですけども、これから大体どういう方向に行くような感じですかね、そういう意味では。いろんなことを代わりにやってくれるような世界になる、うん、ああ、なるほど、きっとね、はい、とかそこでちょっと怖いのが、はい、なんだろうな、それに依存しすぎるような世界になっちゃうとまずいなと思うんですよね、はいはい、でもしかしたら今そういうことになってるのかもしれないなっていうのは、スマホに依存しすぎてるような人、うんうんうん、だから道具として使うんだったらいいんだけど、ね、なんかその道具として使うんじゃなくて、ね、道具が主役みたいに、うん、あの動いていくとまずいかなっていう、便利はいいんだけど、はい、便利がいいっていうのは、うんうん、やっぱり我々が主体性を持って使っていかないと、なんか物に使われてるとかね、そんな形にね、そうなっちゃった、つまり人間がメインじゃなくなっちゃったらそれは困りますよね、うん、はい、で人工知能っていうのが出てきた時に、うん、はいはい、そうなる可能性があるんですよね。そうですね、うん、あの僕が一番その大変だなと思うのは、今でさえその表計算とかあの会計ソフトとかあるじゃないですか、でそういうものがその例えば人工知能が発達していって、そのいろんな分野で、別にその会計だけじゃなくてね、それとそのソフトウェアじゃなくてそのロボットみたいな手足みたいなものがあるような、ものができてきて、それに人工知能が合わさってくると、もうそれこそアンドロイドみたいなものができちゃうわけじゃないですか。でその中にそのプログラムを仕込んどけば大体のものができちゃうと。そしてその仕込んだのがお互いに、ね、単体で動いてるならいいけれども、それが通信を始めてそれが壊れちゃったらそっちが廃業という、ね、全然もう習いもしなくてもできちゃうとか、うん、そういう時代になっちゃうわけじゃないですか。ありますね、ね、そうするともう、例えばそこで働くということはもう人間にはできないわけですよね。なぜかっていうと、例えば人間だったら休んじゃったらそれをやっぱり熟練した人が行かなくちゃならないし、その場所を教えてもらわなくちゃならないってことはありますよね。だけど例えばその AI とこの Android がいて、その、ね、通信してそれをぶっかれちゃったら、はいよとただデータをパッと移動するだけで同じ体ができちゃうわけですから、それって恐ろしいですよね。だからそこがね、どうなるのかなというのがね、はい、それはもう本当に懸念しますよね。で多分そういうことであれば、将来はそれこそ、要するに経営者の人たちと、それからその中間層はそういうロボットだの、アンドロイドだの、機械だのっていうことと、それからどうでもいい仕事しかできない人たちになっちゃうのかなっては思いますよね。つまり低賃金で何でもやらなくちゃならない人たちと、それからまあお金はたくさんある人たちと、そういうことになってしまうと大変なことになっちゃうんですよね。あのそうなんですよね、逆にね、そのロボットが何でもやるようになってしまうと、うんうん、
じゃあ人間って何のために生きてるのかって話になってきますよね。そうですよね、はい、つまり、うんうん、その人間としての価値の問題にもなりますよね。そうですね、はい、でもね、ロボットは人間じゃないから、うん、はい、で人間って何なんだろうなって話になると、うん、はいはい、なんかね、変に哲学的な話になっちゃうんですけど、いや、もうそれはやっぱりあの数学でも哲学ですから、やっぱりそういうふうにならざるを得ないと思いますが、そうですよね、うん、で一つはやっぱりその生きてることに喜びを感じるっていうのがね、はいはい、ないとまずいのかなっていう。まあそうですよね、あの無味乾燥に働いてても死んだも同然ですからね、うん、はい、でロボットは多分そういう喜びなんていうのはないんだと。ないですね、そこが違いなのかなっていうね、うん、思うんですけどもね、うん、ただそのこれから開発次第によっては感情のあるロボットなんかもできるかもしれないですね。そうですよね、はい、あのその脳の構造っていうかそういうものもだん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 、うん、あの分析されてるわけでしょ。あのそうですね、はい、そうするとこういうふうな使い方をしたりこういうシステムがあればできるとかっていう可能性はありますよね、うん、そうなんですけど、はい、どうなんでしょうね、芸術もロボットがやるとか。まあそういうこともあるようになってきたらもうあの要するにロボットも人格を認めなくちゃならない世界が来るかもしれないですよね。そうですね、はい、まあ、そうするとどういう形になるかちょっと想像がつかないですけども、それこそあの未来社会というかね、 SF の世界になっちゃいますよね、はい、まあ、そこまで、まあ、いかないにしてもね、うん、やっぱりこういう産業でいくとやっぱり世の中がどんどん便利になっていくのかなというところが、まあ、ありますよね。まあ、うん、それだけじゃなくて、うん、その経済構造ということでもやっぱりそのこのままほっといてずっとロボットだの AI だの発達してってやれば当然あの資本主義社会ですから間が抜けちゃって、うん、あの失業者が増えっていうふうになりますよね。だからやっぱりそこで社会保障とか、まあその例えば強制的にもう働かなくてもいいから会社に雇わなくちゃいけないというような法律を作るとかね、うん、でもなければそのもうロボットだけ働かしておいてその人間はその他のクリエイティブなことをやるとかそういう形にしないともう本当にこう貧富の差が激しくなり、そうですよね、不安な社会ができますよね、はい、まあ、そういうふうな本当の未来社会になっちゃいますけども、でも僕もね、ちょっとそういうことを想像しながら小説を書こうかなと思ってるんで、そうですか。あの、まあ、あの、アンドロイドのね、やつ、まあ、その中で、その、愛情とは何か、その人間愛とは何かとかね、そういうことまでいけたらいいなと。なるほどね。まあ、アンドロイドが、その、人間との関わりでそういう話にしていこうかなと。まあ、なかなかまだできてないですけど構想だけはね、こういうね、アシモフって知ってますよ、で、はい、あの人ロボットの三原則とかあるんですか、うん、はい、やっぱり、ね、あの人結構先を見る力があって、はいはいはい、そういうロボットが出てきたら、はい、困るなと思ったんじゃないですか、ね、だからロボットの三原則で、はい、やっぱりそこに制限をかけようっていうのが、ああ、まあそれはありますよね、うん、例えばその三原則ってどういう多分人間を大事にするようなことを書いてあったと思うんですよ、はいはい、ちょっと覚えてないんですけど、はいはい、確かにそうだよねみたいな思ったことはありますね、うん、僕はほら子供の頃デザインアートも見てたんですけど、ね、はい、やっぱりあの世界になっちゃうのかなってそういう意味ではね思いましたね、うん、だからあくまでも主役は人間でロボットは脇役だよみたいな、はい、あの鉄腕アートもそんな感じですよ ね、 そうですよね、はい、うん、人間には危害を加えないとか、うん、確かそういうのもあったと思うんですし、そうですね、はい、なんかそういうのを作んないと確かにね、まあやっぱり本当にそうなったら、まあ、ロボットの方が優秀になっちゃいますからね、結局そうですよね、うん、人間は欠点がありますけどロボットはもうどんどんどん改良すればいいだけの話ですから、そうですよね、そうなるともう太刀打ちできなくなっちゃいますからね、うん、そういう意味でやっぱりこうちょっと社会的にもやっぱり規制をかけなきゃいけないような時代が来るかもしれないですよね。そうですよね、あんまり人間に本当に人間みたいになっちゃったらね、そうですね、そこを考えておかないと、うん、でも逆に言うと本当に、まあ、そういう時代の時にその例えば、まあ、ロボットに人格が出てきたりして
やって選挙権だったかなとかとかなってくるとわけわかんなくなってきますよね。そうですよね、うん、まあそういうふうになったらいいのか、まあ、ちょっとわかんないですけども、まあ未来小説ぐらいにはなりますよね、そういうふうにね。ただやっぱりその、うん、機械とやっぱり人間というのはやっぱり人間が作り出したものでもあるけれども、やっぱり共存していかないと、うまく使っていかないと本当にそういう時代が来ちゃうかもしれない。そうですよね、はい、まあそういう話とともに、その例えばその亀井さんが、まあ、今思ってるその、会社でその IT の仕事に関わる若い人たちのことをどう見てるかってことがちょっと興味がありまして、ちょっとそれもお伺いしようかなと思ったんですけども、まあ僕なんかもその、学生時代職人の下についてアルバイトしてたんですけども、まあ職人もいろいろ面白い人たちがいるんでね、その本当に人間的で酒は飲まあ博打はするなという人たちが結構 いるんですけども、まあその IT っていうとこうちょっとね、こう冷徹なようなこう頭がすごい切れて、その感情があんまりこう酒飲んだりとかそういうんじゃなくて、そのスパッと切れるような人たちっていうイメージがあるんですけども、今の人たちはどんな感じなんですかね、そういう優秀な人たちっていうのは。うん、ごく一部でいくとね、はい、今香川さんおっしゃったような人がいるんですよ、はいはい、ああそうですか、でいないと多分物事が進まない。例えばその最先端の AI とか IoT とか、はい、そっちの方はそういう人がやっぱりいてやってるし、例えばその通信にするにしても、うん、今ものすごいスピードで通信されてますけど、はいはい、ああいうその最先端の機械を作るのは、うん、やっぱそういう人たちが中心になって作ってると思うんですけれども、はいはい、ただそれはやっぱり一部の人なんですよね、うんうん、それ以外に我々のやっているような仕事は、まあ、とにかくそのみんなが使う、うん、世の中で使われるようなソフトウェアをやっぱり作らなくちゃいけなくて、やっぱり人手が足りない状況になってるんですよね。あ、そうなんですか、うん、だからそのものすごいパフォーマンスの人が一人でもいろんなことをやるっていうことはもう物理的に不可能で、はいはい、まあ、やはり何人かの人が協力してそういうソフトウェアを作り上げていくっていう世界になってますんで、まあその一人一人のいわゆる技術者はごくごく普通の人ですし、うん、だからその例えば大学もそのコンピューター関係の学科出てないとこういう仕事ができないっていう話ではなくて、うんうん、新卒されるときよく聞かれるんですけどね。あ、そうでもないんですか、うん、だから文化系の出身の人を我々採用して、ええ、やってもらってます。お、例えばそれは例えばソフトウェア全然知らないでやっても大丈夫なんですか。そうですね、まあ、最初入社したら研修でやるコンピューターの基本的な知識とかその開発言語のこととかっていうのは研修してもらいますけれども、まあ、それをまあ、 ある程度理解できれば仕事はできるっていう。おお、そうなんですか。いや僕なんかもう理科系のバリバリじゃないとダメかなと思ってたんですけど、そうでもないんですか。そうでもないんです、だから、うん、やっぱりそれはなんだろうな、その一人で全部できるんじゃなくて、はい、共同作業なんで、はい、意外にオタクでこうね、うん、自分でこうやるような人だと、うん、まあそういう人に向いてるとこあるんだけども、はい、まあ一般的にはそうじゃなくて、はい、やっぱりお互いにコミュニケーションを取りながら、はいはい、その共同で作業していくっていうことが必要だ。じゃあ例えばそのディレクターとか、うん、要するにチームリーダーとかそういう人をまとめる力のある人とか、そういう人が必要になったりとか、うん、その人がやっぱりしっかりやらないと、はい、あの物がね変な方向に行っちゃいますよね。お、うん、そういう人は、うん、まあ、例えばその多分そういうガリガリやってるオタクよりもそういう文化系でそのまあ一緒に酒飲みようよとかいうコミュニケーション取りながらチームの方向を進んでいくような人たちの方がうまくいくとは思いますが、そうなんですね、うん、ただそういう人たちがその文化系でその例えばそういうチームのトップになってそのあんまりその技術的なこと分かんなくてできるのかなってことが疑問だったんですけども、うん、本当に最先端の技術になっちゃうとできない、うん、はい、できないですよね、はい、ただそこは役割っていうのがあって、はい、それができる人にやってもらう、うん、でそうじゃないところもあるんですよね、はいはい、それをこう役割をうまく分担しながら、はいはい、あの作り上げていくっていう、うん、そういう話になるんで、はいはい、そこをうまくそのディレクターっていうかね、うん、マネジメントする人は、はいは
やっぱりそれなりにこう先を見る力とかね、うん、はいはい、あの現状を把握する力、はいはい、そこがやっぱりしっかりないと難しいですね。おお、なるほど。そうするとじゃあどっちかというと、まあ多分そういうのは理科系の人はあまり得意な人はいないけれども、そういう意味ではそういうところには理科系よりも文化系の人のが合うかもしれないですよね。そうですね、はい、でいわゆるそのコンピューター言語って言われるぐらいだから、うん、要はそのロジックをね、はい、その言葉にするっていう作業なんで、はいはいはい、ロジックさえ分かっておけば、はいはいはい、あのいわゆる文化系の人でもできるわけですよ。翻訳ができればいいみたいな話だから、はいはい、コンパイルできればいいってことですか、うん、そうそうそう、はい、だから、はい、あの文化系の人でもそのプログラムコードを書けないとか、はい、そういうのではなくてですね、はい、まあ、やり方が分かっていれば、うん、お客さんの要望を聞いて、うん、まあ、こういうふうにやればいいんじゃないですか、うん、みたいなことは、これはもう完全にあの普通の考えですからね、うん、特殊なそのサイエンスのこういうとこ知ってなきゃできないよっていう話じゃないんで、うん、あ、なるほど。でそういうのはたまにあるんですよ。非常に難しい科学技術計算とかね、はい、そういうのは専門の人に任せればいいわけで、そういうとこは全体でいけば少ないんですよ、ね、ああ、なるほどね。いや、僕はそういうのが全部なのかと思ってたんで、ああ、なるほど、そういう面ではそのやっぱりこういうね、それそうこういう特殊なとこ以外のところが多いんで、うん、まあ、そういうところの人が足りないよっていう、そんな感じになってます、ね、じゃあ文化系も逆にそういう IT 関係でもやろうと思えば意欲さえあればできます、あのできるということですね。できます。実際に募集もしてるんですか、文化系の人を。うん、我々はその特に学部は問わないという形 で、 そうですか。で応募されてきてる方も文化系の方がいて、はい、やっぱりね、みんなそういうこと気になるみたいな。そうですよ、いや聞かれます聞かれるけれども、やっぱそういうね、大丈夫ですよっていう話をしてます。いや、僕だったらまずそのね、まず僕も文化系ですから、文化系の人がそういうところに行くと、まずそのね、頭いい人たちがいて見られるんじゃないかとかね思いますよね最初はね、だから何だろう、そういうことをやってる人の方がやっぱりそれできますよ、はい、でも同じようなことをずっとやってきてると、はい、大体同じようになってくるんですよ。ああ、レベルがね、うん、はい、そうすると今度は逆にそういう、こういろんなまとめる力とかそういう方の人の方が光り輝いてくるって感じですかね、うん、そう、まとめる力がないと、はい、やっぱうまくいかないこと多いですからね。まあチームとかね、そういうのでそのプロジェクトでチームを作って、それでその中でこうみんなで進めていこうっていうのが今のやり方でしょうからね。そうですね、昔はそのね、カリスマみたいな人がいて、うん、バーッと全部やっちゃったかもしれない。そうそう、昔に比べて規模大きくなってきてますね、はい、そうですよね、うん、もうそういう専門性はもうずっと専門の難しいところまでいかなくちゃならないし、全体的にはもっと大きくなっちゃってっていうのはありますよね。だから一部分はその専門の人が担ってもらうしかないけれども、全体的に見たらそれをまとめ上げる人間が必要ってことになってくると思うんですね。ああ、それはいいこと聞きましたね、じゃあもしあれですよね、そういう文化系でその IT 企業に勤めたいっていう人も光が見えてくるわけですよね、そういう意味ではね、うん、そうですよね、はい、うん、意外にあの我々の規模の会社だと、そういう、ね、理科系だけじゃなくて文化系の人も採用していると思いますよ。あ、他の会社でもシステム開発だけじゃなくて、うん、おあ、そうなんですか。あの当社と同じような、ね、はい、仕事やってる会社は文化系も採用してるはずです。それは知らなかったいいこと聞きましたね。僕が何十年も若かったら挑戦しますけどそうですよね。あのあれですか、じゃあそういう形でそのなんていうのかな、そのシス、文化系の人も行けるという形ですよね、はい、それはあの、あ、例えばじゃあ実際にその、うん、文化系の人っていうのは出身者って例えば何人ぐらいいらっしゃるんですか、この会社で。比率でいくとね、半分はいますね。え、そんなにいらっしゃるんですか。うん、いや、それは事務系関係ないですよ。事務系別として、うん、だから開発してる人が半分ぐらいいますね。え、そんなにいるんですか。うん、じゃあそれはまあそうです。それでそのキャリアの区別ってのはないんですか、その役職上の、つまり文化系だからこういう役職。それはね、ないですね。うん、じゃあそしてそのそういう文化系出身者の方がその
それこそ理科系のやってる方の仕事やったりもキャリアさえあればできるっていう、うん、できますね。だから特にあの仕事やってもらうときに、はい、この人文化系の出身だからこういう話とかね、それは意識してないですよね。やっぱり何年かやってると、うん、この人はこういう経験があるからこういう仕事っていう話になって、はいはいね、そこはね文化系理科系はあんまり気にしてないです。おいやあのたまにねその、はい、出身を見たりして、はい、あの子文化系だったんだみたいな、はい、逆にありますけどもねあこんな仕事してくれたら もしかして文化系だったっていう感じなんです。ああなるほどね。いやでもそういうのいいですね。僕もそういう会社行きたかったですね、うん、そこはね本当に見てないですね逆に、はい、この子はその情景出たんだけど、はい、なんかもうちょっとできないなみたいなねそういうのもありますけどね。おなるほどね、そうですか。そうなんです。じゃあそのまあ、文化系が、ね、全ていいってわけではないですけども、うん、そういうこともあるってことですね。そうですね。やっぱりそれやっぱりあのこういう業界に向いてる向いてないっていうのは、うん、やっぱ文化系理科系じゃ ないと思いますね。もっと、もっと子供の頃からのそういうみたいなのが、うん、もっと別な能力かなと、うん、ああそうです。向いてない人はやっぱりいるんですよね。どうしてもちょっと難しいだろうっていう人がいます。その人はやっぱ続かないでやめていきますけれども。まあ、あとじゃあそれは、うん、まあ一つ置いといて、じゃあその他にですね、もう少しその今社風見たらそういうことをお伺いしたんですけども、社員の気質、あの要するに昔はこんな人が、あの亀井さんの先輩なんかこういう面白い方がいた、今こんな感じっていうので、その代表的なっていうかちょっと気がついた、社員の方とか、まあ、名前挙げるわけじゃなくて、こんな人は面白いっていう人いらっしゃるみしたら、ちょっと教えていただければなと思うんですけど。そうですよね一つはね、うん、私がその大学卒業して会社に入る頃って、はいはい、麻雀流行ってたんですよ、ね。はいはい、今麻雀流行って少ないですけどあ、そうですか、あんまりですか、うん、はい。でね、なんか入社の時に聞かれたのが、はい、麻雀やりますかとかって聞かれた。もう仕事じゃなくてまず麻雀の話のメンツを探してたんだけどで入った時は結構仕事終わって麻雀行く人多かったですよね、はいはい、で麻雀しながら飲みながら麻雀やってるんですけどね。もうあれですか、朝会社に来るって感じですか。朝ね、会社に来てる人もいましたね、はい、いや昔そういう猛者いっぱいいましたよね、うん、今はねそういう人ほとんどいないですよ、ね。ただね、いるのはゲームを夜中やっててとかっていう人いるみたいですよ、うん。おなるほどね。だからまあ麻雀もゲームだけど、はいはい、で今はコンピューターゲームだから一人でネットでつないでやってるかもしれない、ね。まあソーシャルでやってるんでしょうけど、まあでもそう覚えてますね、その麻雀の話はね、うん。じゃあ今はその麻雀のそういうこう飲む、打つっていうのから今度はこういうピコピコのネットに変わったっていう感じですかね。はいはい、うん、どこまでみんなゲームやってるかわからないですけどね。その合法来楽な感じはどうですか、やっぱり昔のそういう先輩だ。昔の方はそういう、うん、めちゃくちゃな人はいましたよね、うん、朝まで飲んでとかっていう、うんうん、まあ、今でもいると思いますけどもね、うん、少し減ってきたんじゃないかなと思いますね、うん。どっちかというとその英雄とか豪傑みたいな人たちが昔はいて、今の人はちょっと線が細いような感じですか。まあ、そうでもないと思いますけど、ね。ああそうですか、うん、だからね、この前、はい、そのまあ、当社もこの社員だけで足りないから外から来てもらって仕事やってるような人もいるんですけど、先週かな、あのちょうどその終わりになりましたということで、最後にね、あの朝礼の時にその人が一言ちょっと挨拶させてくださいっていうことをおっしゃったんですよ。でその人が言ったら面白くて、あのなんでこんな会社が40何年続いてるのかって、ね、あのなんで続いてるか全然分からなかったって。あ、その方が、その方がね、システム開発が47年続いたのは理由が分かんない。うちの会社ね、はい、続くわけないだろう、はい。で、入ってきて、もう半年ぐらいやってるのかな、はい、入ってきて、分かりましたっておっしゃって。おお、それは何だったの。やっぱりね、もうみんなすごい社員が真面目で、仕事に対して、はい、あの真摯に取り組んでるっていう、はい、ところをね、おっしゃってましたよね。おお、つまり人だと。
人だということだ、まあ、武田信玄じゃないけど、人は石垣、人は城と。それがやっぱりいい加減じゃなくて、うん、みんな仕事に対して本当に真面目なんで、責任感が強いっていうのかな、うんうん、そういうところなのかなというふうにね、その人なりにそういうふうに分析して、うん、私もね、そう思うんですよ、やっぱりすごく真面目ですよね、うんうん、で、お客さんがいて、うんうん、お客さんがやっぱりいろんなことがあってこういうの困る、うん、でいついつまでにこういうのが欲しいんだっていうのがね、うん、本当に全部もう受け止めちゃうんですよ、うん、でなんとかしようと思う、うんうん、でこの前ちょっと話をしたら、うん、リティーンのことか分かんないけど、うん、お客さんにできないことをやってねって言われて、うん、で困っちゃって泣いちゃったみたいなできませんっていう言葉なんで泣いちゃったんですか。できませんって言えないじゃないですかでもできないからどうしようかなと思って困っちゃって泣いちゃったら、はい、あお客さんが分かってくれたんですかそうです、それはよかった。女性ですか、それは。女性なんですそうですか、こういうことをね、まあ、言うのもねもういい社風かなと思いますけどもねなるほどねまあでも大事さんが泣いちゃったらちょっともうあれかもしれないですけどでもあのそれはなんていうのあれみたいですね、あの中ならずんばこうならずみたいなとかあるかもしれないですね、まあ、あの間にねその上司とか入ってればうまくできたんだろうけど、まあ、ダイレクトにお客さんの話しちゃったから、なるほどでもまあそれなりにあのクリアできたんだからよかったと思います確かにそれ受けちゃったらじゃあ大変なことになっちゃいますから、まあ、受けたらできないって分かってるから、ね、だからそれなんで受けたんだって言われるだろうし、うん、それでまあ上の人がね、まあ、すいませんこれできないんですって言わなくちゃならないしね、だけどまあ一応そこで収まっちゃったんで問題なかったんだとは思いますけど、よくあるんですよ、だから金曜日に電話かかってきて、うん、あの月曜の朝一とか休み入っちゃうじゃないですか、はい、できないですよね。そりゃそうですよね、うん、はい、それ言われてもね困っちゃうとかね、 あ、うん、あ、そういうできないですか、うん、あとはね、はい、あのまあ、時間的にできない人もいいですよ、はい、あの能力的にできないじゃなくて、はい、時間なんですね、はい、まあ、ある程度もできちゃうとね、はい、あの難しくできないってんじゃなくてやっぱり時間がなくてできないとかね、うん、で中途半端なものを出しちゃうとよくあるじゃん、動かないってよくあるんですよ、あで簡単にできそうに見えて実はねいじるとここだけじゃなくてこっちにもできる、全体を見なくちゃなんで、だから最終的にちゃんと確認しないといけないんだけど、はい、それをやる時間がやっぱりどうしても取れなかったりするんですよね、そう、安易に受けちゃうとこれだけの話はいいんだろうなんて、安易に受けちゃうと偉い目に遭っちゃったりする、でもそこもいいんですよはい、だから一見ねここだけっていうのが多いんですよ、はい、ああなるほどね、そうかもしれないですよね、まあそういう形でその来ましたけども、じゃあ最後にですね、まあ、IT 産業としてこれから、どのような社会貢献をしていけばいいのかというか、できるかということをね、例えばその社会全体の IT 産業でもいいし、うん、それからシステム開発、うん、個別でも構わないので、またまた、亀井さん個人でも構わないですから、何かありましたらちょっと一言伺ってこの番組を終わりたいと思うんですけども、うん、まあ、社会貢献というとね難しいですけど、ちょっと大げさですけど、はい、ただ例えばそのエネルギーを消費してるとかっていう話になった時に、はいはいはい、そういうのをソフトウェアでカバーできないかとかですね、はいはい、まあ、あとはその世の中でその、うん、まあ、いろんなところで大変な処理しなくちゃいけないというところをこう労力を軽減するとかっていう生産性の向上ですかね、はいはい、そういうところにやっぱり IT 産業というのは役に立つと思う、向いてるってことですね、はい、であとはそのさっき監視とかっていうのをものすごく大事で、いろんなデータを集める、はい、でデータっていうのはいわゆる現実をこう拾ってきてるわけだから、はいはい、それをこううまく現実を見てどう改善すればいいかっていう話がやはり一つできるんじゃないのかなっていうね、まあ確かにソフトウェアで走らせれば、うん、その実際に物をねリレーとかそういうので動かすよりも省電力にもなるし、そのまた人がね動いたりするのものをパパッとこうコンピューターでやっちゃうの、うん、簡単ですよね、確かに、だからそういうところでね、あの省資源、はい、あとはやる生産性の向上、はいはい、そういうところに、まあ、我々がこ う, うまく入っていけないかなというのはありますよね、うん。
例えばそういうその今まで人間がやってたその行動のパターンを例えばコンピューターに置き換えてやるような形っていうのはこれからまた出てくる可能性はあるんですか？かなりねそれはねやり尽くされてる可能性はありますよね、はいはい、ただあの IoT でデータを収集するっていうことがあると、うん、また別の目が出てくるのかなっていうのがね、うん、例えばその今その骨情とかこう全部上げてるから、うんはいはい、その情報を元にすると、はい、例えばそのカーナビなんかも最適な経路を、はい、渋滞を避けて最適な経路とかね、そうですね、はい、そういうのが今できてきてるから、うんまあ、やっぱりデータをこう収集するということで、うん、もっと別な形の発想ができるんじゃないかなっていう気はしてるんですね、うんうんまあ、あの今まで の, そのコンピューターの積み上げでもそうですよね。いろいろいろんなものが出てきて、例えばそこから音楽と芸術のものにも進んできたし、うん、そのなんていうの、そのソフトウェア的にそのオフィスとかあっちの方にも進んだという、要するにそういう積み上げでどんどんいろんな分野に広がってますよね。通信もそうですし、ね、うん、はい、そういう形でね、まだまだ無限の可能性ありますよね。特にそのセンサーとかいろんなものとつないだりから通信の方もあるし、そのロボットとかああいうものとつながったりとか、うん、AI とつながったりとか、そういう形でもっともっと膨らんでくるような感じがしますよね、はい、そうですね、はい、なんか人間がやってることが機械肩代わりすることによって人間の時間が出てくれば、うんうんうん、また別の形で、ね、そうです、その時間を使えるっていうことになるかなと思うんですけどもね。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました、はい、今日は、日本システム開発社長の亀井さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。君は眠れなくて歌を口ずさむ、目を閉じればすぐそばにいるような気がした。手を伸ばせば届きそうで抱き寄せれたらいいのに。時の流れが早すぎて見失いそうになるけど、どんな時も自分らしく感じたままをさらけ出したい。輝き続けるそのためには私は「歌に溶けて浮かび上がり」